メリカのバイデン大統領が日本に来て、で、まあ、日米首脳会談、そしてまあクワッド会談をやるということで、まあ、それがやっぱり戦争に向けた、中国を侵略する戦争に向けた準備だということで、まあ、これは絶対止めなければいけない、粉砕しなければいけないということで、まあ、街頭にそういう粉砕するということを訴えたというデモになっています。